素晴らしいジョッキーってなんだろうね。あの時から僕の中にずっと響いてるんです。馬とも人とも友達にならなきゃ。よろしく、ヘッポコども。どうせすぐ逃げ出すんやろ。上達に近道なんてないよ。逆に悩みがあれば俺に甘えてみる。ジンバ一体って言うんだよ。一着当てたら1ヶ月トイレ掃除免除。乗った、単勝勝負やな。なんか外国の草原を走ってるみたいだった。それは僕が遊びで乗ってるみたいだったって意味かい。何が足かせだ。甘ったれるなよ。体格やセンスだけじゃない、恵まれた環境も才能の一つだからね。お前向いてないよ。あなたは大人の世界の根回しが足りなかったの。強引に物事を進めるならそれなりの代償ってものが必要。これがアイドルを辞めた代償ですか。エブリワンはこれまでにスタディしてきたエブリシングをフルオープンしてほしい。素人が入ってくる。二度と馬には乗せないわ。どうした、お遊戯ダンスじゃないんだぞ。俺みんなに忘れられないジョッキーになります。ご通行中の皆さん、せーの、ゴーさんとジェイホークです。僕たちがオープニング曲を務めるアニメ群青のファンファーレ、ぜひご覧ください。オープニング曲ムーブザソウルもかっこよく仕上がっています。ぜひチェックしてください。以上、ジェイホークでした。バイバーイ。行くね。皆さんこんにちは、沢野ひろゆきです。この度沢野ひろゆきヌジークの新曲アウトサイダーズがテレビアニメ群青のファンファーレのエンディングテーマに決定しました。なんと今回ゲストボーカルとしてグローバルボーイズグループ JO1 の、河野純喜さんと与那城翔さんにご参加いただいております。曲は爽やかなイメージで制作したんですけれども、お二人の歌声のおかげでよりアグレッシブになったかと思ってますので、MV と一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。そんな新曲アウトサイダーズは5月25日リリースです。ぜひお聴きください。以上、沢野ひろゆきでした。群青のファンファーレ、有村優役の矢野翔吾です。演じるキャラクターのおすすめポイントを一言でパネルに書いてプレゼンということで、書かせていただきます。優のおすすめポイントはこちらです。ドン、ジンバ一体。群青のファンファーレ、風波俊役の土屋慎馬です。おすすめポイントは、花より団子ならぬ人よりお馬。ちょっと団子男子って書いちゃったんですけどはい、人よりお馬ということで。群青のファンファーレ、天音グレイス役の花江夏樹です。僕がおすすめする天音グレイスくんの、おすすめポイント、それはギャップ。強力明役の井戸川陽次郎です。ババン、ツッコミですね。宝生隼人を演じております、豊中俊之です。おすすめポイントって言ったらこれかなと思いますね。やっぱりね、彼の性格上、おかっぱですね。はい。桜庭総次郎役の立花辰丸です。演じるキャラクターのおすすめポイント、デデン、テンション牧光太役を演じております小林千明です。演じるキャラクターのおすすめポイントを一言でこちらです。競馬オタク。群青のファンファーレ、下月恵里役の水瀬祈りです。私が思う下月恵里のおすすめポイントは親近感です。ご通行中の皆さん、せーの、ゴーさんとジェイホークです。僕たちがオープニング曲を務めるアニメ群青のファンファーレ、ぜひご覧ください。オープニング曲ムーブザソウルもかっこよく仕上がっています。ぜひチェックしてください。以上、ジェイホークでした。バイバーイ。行くね。皆さんこんにちは、沢野ひろゆきです。この度沢野ひろゆきヌジークの新曲アウトサイダーズがテレビアニメ群青のファンファーレのエンディングテーマに決定しました。なんと今回ゲストボーカルとして
グローバルボーイズグループ JO1 の河野純喜さんと与那城翔さんにご参加いただいております。曲は爽やかなイメージで制作したんですけれども、お二人の歌声のおかげでよりアグレッシブになったかと思ってますので、MV と一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。そんな新曲アウトサイダーズは5月25日リリースです。ぜひお聴きください。以上、沢野博之でした。